こちらは開成館です。明治7年に建築されて朝霞開拓の中心となりました。緑とえんじ色のコントラストがすっごい綺麗です。私も大好きな建物の一つです。それでは中に行ってみましょう。昔の暮らしコーナーに行ってみましょう。入ってきてすぐにあるのは昔の暮らし、主に養蚕の時に用いられてきた道具ですね。ここに本物の繭があったりしますね。あと皆さんご存知の糸車だったり、こう高級なシルク、キートがあったりしますね。あと機織り機も、大きい機織り機があります。はい、次は米作りの道具です。そうですね、皆さん小学生の時社会で習ったと思うんですけど、千葉国旗があったりだとか、あと万国があったりしますね。それでは2階に行ってみましょう。とても急な階段です。2階には資料があります。で3階に行ってみます。眺めが素敵です。皆さんこの群像ご存知ですか？これは開拓者の群像と呼ばれています。海水山公園にもあるんですが、朝霞開拓の中心となった、左から中条正常、大久保利通、ファンドールがいます。この開成館ではこれら3方についての歴史を学べるので、気になった方はぜひ来てみてください。はい、ここは朝霞開拓官舎で旧立岩一郎邸です。ここは朝霞開拓の中心的役割を果たした開拓者の職員用に建てられた官舎なんですけど、その中でもこう伊藤博文がここに泊まったりしています。で、この建物は、郡山市重要有形文化財に登録されています。それでは行ってみましょう。建物内も実際に入って見ることができます。入ってすぐに和室があるんですが、とても風情がある景色を見ることができます。昔ながらの安頓があったり、あとここの額がありますね。おお、昔ながらの明かりもあります。ここでちょっとした料理のような、なんて言うんでしょう、これ火鉢ですね。タバコって書いてある。タバコ、はい、タバコもあります。ここにも和室があって、ちょっとしたのを展示されています。梅びつもあったりだとか、いろりがあったり。今日開成館に来てみてどうでしたか？はい、朝霞開拓とか朝霞疎水の歴史が学べる場所なので、私自身すごい楽しかったですし、なんかこうやって二十歳過ぎて大人になってもう一回ここに来てみるっていうのもすごい勉強になって楽しかったです。ちなみにアクセスはどうやって来ればいいですか？そうですね、ここ郡山駅から、西口バス乗り場から葉山経由大月行き、安美石行き乗車して開成館で下車して、そこから徒歩3分です。入館料は大人200円、大学生と高校生は100円です。それでは皆さん、ぜひ開成館に来てみてください。バイバーイ。